データの収集力というか分析能力とかも圧倒的に高いので、私たちがなんとなく困っているんですっていうところもこういう問題点がありますって具体的にこう提示もしてくれますし、全員で考えられたっていうのが一番大きなメリットだなっていうふうに思っています。日本全国どこでも業務改善っていうのはいろんなところでやられてると思うんですけども、やった割には成果があんまり変わらない、成果が伸びない、その割には業務量が確実に増えるといったことを、たくさん経験しておりました。こういったところをフィリップスの皆さんと一緒にコークリエーションさせていただくことによって、デザインというものの考え方を入れることによって非常にエレガントに解決し得るということを勉強させていただきました。何よりも重要なのはやはりその問題があった時にみんなで知恵を出しましょうと、そういう前向きなスピリットが何よりもやっぱりフィリップスの皆さんから我々がいつもエンカレッジしていただいている部分で本当にありがたいというふうに考えております。